皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。ヤンキース4・3ロイヤルズ、11日、日本時間12日、ヤンキースタジアムヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手、32がロイヤルズ戦で0本塁打に終わり、自己最長タイとなる15試合連続ノーアーチとなった。動くグラフ、ジャッジも大谷翔平もすげえ。 62本字ジャッジの HR ペースの推移1回の第1打席は2比、4回の第2打席は四球、6回の第3打席は空振り三振、8回の第4打席は左前だ。延長11回に第5打席が回ってきたが深刻敬遠だった。ジャッジの直近の本塁打は8月25日の本拠地でのロッキーズ戦で、2発を放ちチームの131試合目で51本塁打に到達。 この時点で自身が22年に樹立したア・リーグ最多本塁打記録の62本を超えるペースだった。だが翌26日から本塁打が出ず、この日まで15試合連続ノーアーチ。17年に記録した自己最長に並んだ。ヤンキースは延長11回にチザむのタイムリー内野安打でサヨナラ勝利した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。